ポルポト時代が終わってカンボジアはなだいぶ政治的にも安定してきたと思うし、経済もどんどん発展してきて、高層ビルも建ってな、綺麗なレストランも増えて、いやほんまええ国になったっていう人もおるけど、けどなその裏ではやっぱ貧しい人たちが取り残されてるっていうのがあんねんな。内戦後40年ずっとなトイレも水道もないボートで暮らし続けてる人たち、ゴミ拾いしながらな、住むとこもなく雨風下げながら外で寝て点々と暮らす人たち、お墓で暮らす人で、そこで生まれた子はまた貧しくなる。正直なその人たちが自力で貧困を脱出できるっていうのは俺は難しいと思う。まあいろんな原因があるけどな、一番の原因はやっぱ教育を受けれてないこと。給料のいい仕事したいけど自分は読み書きできへんから働けない。勉強したいけど学校行くのにな1日30円金がかかるから行けへん。いやそんなことより家のために働かなあかんってまだ小学生の子が言うねんな。あなた寝ながらボロボロの服着て嫌な顔されても無視されてもお金くださいって毎日物乞いしてんねん。好き好んでやってる子なんておらんから。その子たちはな自分の心すり減らしながら一生懸命生きてるだけやねん。まあ、そんな子たちとな仲良くなって話すとみんな口揃えて言うねんな。勉強したいって学校行きたいって。俺はなそんな子たちがな自分の未来を切り開くためのきっかけをな作りたいねんな。将来自立するためには俺はもう教育しかないと思ってる。教育を受けて情報を得ること。親から暴力受けてな自分のボートでも住めへんくてよそのボートで住んでる子もおんねん。そんな子たちのなんか心の拠り所みたいな場所作りたいねんな。5歳ぐらいの子が見ててどん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 痩せてくねん。そんな見てたら飯食わしてやりたいねん。そんなみんなのなみんなの家みたいな学校作りたいな。よく動画見て子供たちの笑顔見て元気もらいましたありがとうって言われんねんな。俺もそう、いっつも子供たちの笑顔笑ってる顔見てめっちゃ力もらってる。だからこそ俺ら大人が子供たちの笑顔守ってかなあかんと思うねんな。